こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、勉強から出ている、モニターマウント式デスクライト、スクリーンバー、ハロー、をご紹介します。こちらメーカーさんより試供いただき、レビューしていきます。以前、同じメーカーの別のスクリーンバー製品をレビューさせてもらったのですが、動画的にはあまり再生されていないのですけれど、個人的にはかなり気に入っているのですよね。壊れたら間違いなく買い直すレベルです。何がそんなにいいのかこの動画で伝えられるかわかりませんが、詳細はこれから説明していくとして、そんなお気に入りなアイテムの上位製品、スクリーンバーハローのレビューのお声をかけていただいたので、動画的に、多くは再生されないことが予想されますが、上位の製品がどんなものなのか気になったので、一緒に見ていきたいと思います。勉強、スクリーンバーハローをレビューするよ。それでは開封しながら、主なスペックや価格についてご紹介していきます。主なスペックはこんな感じ。製品名は、スクリーンバー、ハロー。モニターの上に設置する棒状のデスクライトです。パソコンなどを快適にすることが目的の製品です。光り方については、2色の LED を内蔵しており、明るさと色温度を調節することができます。また、後ほどご紹介しますが、下位モデルには備わっていないリモコンや、光り方の登録機能もあるので、操作性と利便性があります。本体の素材は基本アルミニウムで、色はグレーです。電源については、本体から直接生えている USB Type A ケーブルで、PC や USB 充電器等に接続して供給をします。搭載可能モニターの厚みについては、通常のディスプレイですと、厚み 7mm から 60mm。湾曲モニターの場合は 16mm から 38mm までの厚みに対応しているとのことです。その他の特徴としては、付属のリモコンで操作する方式であることや、背面にも LED が装備されていることなどがあります。それで価格については、税込み 19,900円となります。製品の質感や機能はこれから確認していきますが、いずれにしても高いと言わざるを得ないでしょう。ちなみに、Amazon などでは似たようなものが半額程度で出ています。ですが、半額の約1万で謎メーカーのものを買うくらいなら、これを選択するのもありとも思いますし、コスパは人それぞれかと思います。以上、主な仕様と価格についてでした。内容物を確認するよ。開封しました。内容物を確認していきます。入っていたのは、スクリーンバー本体、ワイヤレスリモコン、リモコンの電池、湾曲モニター用スペーサー、スポンジテープ、説明書や保証書。以上です。本体をじっくり見ていくよ。本体をじっくり見ながら、各部紹介を行っていきます。ペリペリが大量にあるので剥がします。剥がしきりました。で、まず、本体の質感もですが、ダイヤル式のリモコンが金属の塊感があっていい感じでした。さすがに値段が高いので質感も高いですね。ダイヤルを回した感じも滑らかで安っぽさが少ないです。さてと、それでは本体の詳細を確認していきます。本体全体はこんな感じ。棒部分の横幅は50センチちょうどです。光る部分はこのようになっており、LED は手前を向いていて、反射板を介して机全体を照らす仕組みになっています。モニターにマウントする部分です。一般的なウェブカメラのマウント部分と同じ構造です。電源ケーブルの長さは実測で約 1.5 メートルでした。なお、残念ながらケーブルの交換はできません。後ろはこんな感じ。マウント部分はこのように大きく開きます。バネによって、閉まる方向に適度な反発があります。ちなみに、当たり前ですが本体とリモコンの双方に擬滴もありますので、安心して使うことができます。続いてリモコンを見ていきます。操作パネル部分はタッチ式で、アクリルと思われる樹脂製です。前方向20度ほど傾斜がついています。底面です。こちらにはマグネットでくっついている裏蓋と、その中に電池入れがあります。ちなみに、通常、電池は単4型を3本使用しますが、並列接続だったため、試しに1本にしてみたところ、これでも問題なく動作しました。質感については結構良いです。ダイヤルの回る部分は本体と同じ色のアルミ製で、いいものを触っている満足感を得ることができました。通常のスクリーンバーと外観を比較してみます。横幅や太さ、色など、いろいろ異なります。実際に使ってみるよ。それではモニターにマウントして実際に使ってみます。ちなみに使用しているモニターは27インチで、
高さは約46センチとなります。さてと、初点灯です。ポチッとな。ポチッとな。ほほう、滑らかに光り始めました。次に、光り方や操作方法について、分かったことのすべてをご紹介します。まず、電源オフの状態では、電源ボタン以外の操作はできません。電源を入れます。電源を入れると、前回消した時と同じ光り方で点灯します。前回がオートモードだった場合は自動調光が働きます。温度計ボタンを押すと色温度を調節できます。色温度は8段階調節とメーカーサイトには記載がありますが、メモリは16段分あり、実際に16段階以上で調節できているように見えます。太陽マークを押すと同じく16段階のメモリで明るさを調節できます。太陽に A マークは自動調光で、押した瞬間の机の上の明るさを測り、500ルクスを目指して調節してくれるようです。下の方のモナカみたいなマークのボタンは、前と後ろの光り方の組み合わせ変更スイッチです。前のみ、後ろのみ、前後同時のパターンがあります。ハートマークボタンには一件まで、色温度と明るさ、光り方の組み合わせを、お気に入りとして登録、呼び出すことができます。登録方法は、任意の光らせ方にした状態でハートを長押しします。呼び出し方はハートを押すだけです。操作方法は以上です。注意点としては、色温度や明るさは前後共通となることです。なので、例えば後ろを最大に光らせて、手前はうっすらと光らせる、みたいなことはできません。色味についても同様で前後同じとなります。以上、操作方法と設定可能な内容についてでした。光り方を確認するよ。光り方をもう少しじっくり確認します。まずは全体のイメージです。背面の照明はモニターの上の方を中心に間接照明になります。ムラのない上品な光り方でいい感じ。本体はグレーよりも黒の方が目立たなくていいのかなと思っていましたが、暗めの部屋ならわかりませんね。次は照射角度を見てみます。左の奥、壁などに反射する光の範囲を参考に確認します。見たところ角度調節は十分な可動域があるようです。それと確認しておきたいのは、下に向けた際にモニターにどの程度の光がかかるかです。モニター表面のホコリの反射具合でわかります。ふむふむ。モニターへの光反射はかなり少ないようです。無印のスクリーンバーだと割とホコリが白く光っているのがわかります。大きな差ではありませんが、黒い画面では気になる程度の差ではあります。角度を変えた際の照射範囲です。光の当たる場所とそうでないところの差は明らかで、多少前を向ければモニターにほぼ光が入らないようにすることもできますね。はい。以上、光り方についてでした。使った感想です。使用した感想として、良かった点とイマイチな点をご紹介します。良かった点1。正面から机を均一に照らせることです。文字を書いたり本を読んだりすることを想定したライトは、横に置くものが多いと思いますが、これは真正面から光が来ます。これがモニターを見る場合にはかなり良いのです。特に部屋を暗めにして映像コンテンツを見る際などは、横から光が入るのと比べ、明らかに臨場感や没入感が増します。通常の PC 作業でも、個人的には片側から光が来ると、暗い方の目が疲れる印象があるのですが、その点も解消してくれました。本体の質感が良いなど、他にも良かった点はありますが、いまいちな点の紹介へ移ります。いまいちな点1。コントローラーを見ないと操作できないことです。無印の方は、電源ボタンは本体上の中央から少し右の方、えぐれたところにあるため、真っ暗な部屋で手探りでも点灯させることが可能です。一方で、こちらはリモコン式。しかも凹凸がないので真っ暗では操作できませんし、水に押すと、間違えてオートボタンを押してしまうこともしばしば。例えば、消灯時はダイヤルを回すと電源オンになるとか、本体に電源ボタンをつけるとか、そうなるといいなと思いました。他にも明るさ、色温度は、ダイヤルを回す前にボタンを押す必要があるなど、いまいちな点はありますが、そもそも無印では連打しないと好みの色にはできず、お気に入り機能もなかったので、これは進化でしょう。まあ、あとは言うまでもなく価格が高いという、個人的にはいまいちな点もありますが、
これをつけるだけでデスク環境が一変するので、それなりのインパクトがあり、加えて、先ほどお話ししたように、映像コンテンツを楽しむ際などは没入感が違います。暗くすると目に悪いけれど、通常のデスクライトでは気が散ってしまう。そんな問題を見事に解決してくれました。ということで、個人的にはやや高いとは感じつつも、長く使って、その良さを体験できたので、とても気に入っているというお話でした。まとめです。いかがでしたでしょうか？今回は BenQ のモニターライト、スクリーンバーハローをレビューしました。ただ単に LED ライトをモニターに乗せただけと侮っていましたが、無印版を含め、長く使った身としては手放せなくなってしまいました。で、無印とハローのどっちがいいのかですが、得られる没入感等は同じでした。なので、湾曲モニターの場合はハローの方が良さそうなのと、あとは背面の LED の有無、操作性で選べば良いと思います。ちなみに、無印の方は約3年前から使用していますが、現在まで、割とつけっぱなしの運用ですが、壊れる気配はなく、耐久性はかなりあると思いました。なのでまあ、個人的には長く使えると判断しているので、価格は目をつむれるとも思っています。いや、高いけれども。と、こんな感じで動画はおしまいです。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。